プラティバ・デイビー・シン・パティルは、インドの政治家。同国初の女性大統領。ニックネームは、プラティバ・ターイ。インド国民会議派所属、現在、マハラ・シュトラ州となっている、ジャルガーオン地区のナドガーオンという、小さな村で生まれる。文学修士号を取得するまで地元のジャルガーオンで、学び、その後ムンバイの国立法科大学ムンバイ校で、法学修士の学位を取得する。 1965年に、現在の夫デイビーシンランシンシェイカーバトと結婚。子供は、数岡詰。1962年、マハラシュトラ衆議会議員に選出され、1985年まで、務めた。衆議会議員在任中は、州政府の大臣を歴任した。1985年に、ラージア・サバーノ議員に選出。 1986年から1988年まで上院副議長を務めた。1991年にはアムラーバティ選出のロークサバー議員となり、1996年までその職にあった。その後2004年にラージャスターン周発の女性知事となった。2007年7月19日に行われた大統領選挙にて野党連合の対立候補。 バイロン・シン・シェイカーはと副大統領を破り、同25日にインド初の女性大統領に就任した。5年の任期を全うし2012年に退任。ありがとうございます。